ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はグレコローマン出身のインド系ギミックレスラー勃艦神について触れてまいります。勃艦神は NCAA グレコローマンスーパーヘビー級3連覇という栄光を引っ提げプロレス入りしました。カナダカルガリー地区で同じインド系ギミックレスラーマッカンシンとタッグを組み活躍します。そしてカルガリー地区の大スターであるダイナマイトキッド・デイリーボーイ・スミス組を倒し、インターナショナルタッグ選手権を奪取するという偉業を成し遂げています。その後パートナーのマッカンシンはアメリカ WWF に移籍するというチャンスに恵まれましたが、勃艦神はなかなかチャンスに恵まれず悶々とした日々を過ごします。しかしその後勃艦神は日本のあるプロレス団体に参戦し、その高い潜在能力を一気に開花させることとなるのです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はグレコローマン出身のインド系ギミックレスラー勃艦神について触れてまいりました。